いやー、諸君、おはよう。です。今日はね、見ろ、学校を買った。学園を森友学園にしようと思う。アウトや。どうした？学校が揺れてるんだか、トクトクト。なんだえ、こいつ生きてんの？あ、とうとうこの日が来たか。私は学校マンだ。お前らを学級閉鎖の導くためこの世に生を受けた。私に逆らう奴はいるのか。校長先生、これはなんだ、新技術いや、多分日本製ってこんなもんでしょ。日本製が本気出したらこんなもんでしょ。日本製ではない。 お前なんか言えや。まずは貴様から食ってやる。あー、やめろー。食われるわ。そしてカンガルーは食われた。次はお前の番だ、ゴリラ。死ねい。肋骨やろ。貴様は誰だ。ボンさらった本庄おむすび番。貴様がおむすび番か。しかしこの学校マンの体格に対して貴様は非力なり哀れなり。でも夢ピリカ入ってるから結構強いよ。肉入れろや。梅しか入ってなかったか。はっはっは、次は貴様か豚。ああ、やめろー。ぐっ、動けぬ。なんだこれは。何が起きてるんだ。俺だよ。あ、お前喋らんかったやつだ、さっき。カンガルーだ。俺がこいつを抑えているうちにこいつを早く封印するんだ。でも、封印の仕方が分からないでごわす。私がいる。誰だ君は。地獄先生だ。私の左手にこの学校を封印しようと思う。いいかカンガルー、私が封印するまでこいつを止めとくんだ。分かってよ。ぐ動かぬ。いくぞ、封印するぞ。ジジジーン、ピクピカーン。はあ、すごい。それから地獄先生は、目には見えない闇の住人たちから子供たちを守るべく学校の手を使い妖怪を倒す大先生となった。地獄先生。みんな楽しい授業をしような。地獄先生。ちょっと。